様なら揃いすぎてる時代さ。僕は食うことに困ったことなどない。狭い部屋でも住んじまえば都さ。テレビにビデオ、ステレオにギターもある。夜でも街は鬱陶しいほどの人。石を投げれば酔っ払いに当たる。おじさんは言う、あの頃はよかったな。わかる気もするけどタイムマシンはない。雨の降る日はどこへも出たくない。だけど大切な傘がないわけじゃない。短くなるスカートはいいとしても、僕の見たビートルズはテレビの中。冷めた北風が吹く。ぬるま湯の中、クリまで使ってる。いつか凍るの、それとも煮えたつの。なぜだか妙にイマジンが聞きたい。そしてお前の胸で眠りたい。わけのわからない流行りに流されて、浮き足立ったやつらがこの街の主流。おじさんは言う、日本も変わったな。お互い棚の上に登りゃ神様さ。わからないものはわからないけど、すっとしない。ずっとひねくれてるばっかじゃ脳がない。波風のない空気は吸いたくない。僕の見たビートルズはテレビの中。僕の見たビートルズはテレビの中。僕の見たビートルズはテレビの中。